こんにちは。本日の動画はメガネの表面が墨のような質感に仕上がるコークカスタムについてお話しします。カスタムの前後の写真も交えながら説明していきますので、ぜひ今後のカスタムの参考にしてみてください。それではスタートです。こんにちは、モンキーフリップサルチャンネルへようこそ。工場長の加藤です。このチャンネルは愛知県名古屋市にあるモンキーフリップというメガネ屋のスタッフがそれぞれの視点でメガネに関するさまざまな情報や新作についてのお話をいろいろとしています。土曜日は隔週で私工場長がメガネカスタムのすすめということで、メガネをカスタムするとはどういうことなのか、カスタムの種類は一体どんなものがあるのか、そういったことをね、いろいろとお話をしています。本日はコークカスタムについてお話をするんですけど、そもそもコークカスタムっていうのは一体何なのか、まずはコークカスタムがどんなものか実際に見ていただきたいと思います。こちらです。はい、こちらがコークカスタムを施した A 賞というモデルですね。この A 賞はエンジンバイモンキーフリップっていうシリーズからの1本です。いかがでしょうか。カスタム前のソリッドなブラックと比べてみても全く別物と言っていい質感に仕上がっています。ツヤは減ってるんですけど、マットブラックでもないこの表面のわずかな凹凸が若干ね、こう光の当たり具合によってちょっと不思議な立体感が出る仕上がりとなってます。これも通常メガネではありえない質感ですね。で、そのコークっていうのが一体何なのかっていうと、まず墨は英語でチャコールです。そしてその墨の元素がカーボンで、カーボンファイバーっていうのはまたちょっと別物で、これは炭素繊維って言って繊維の一種なんですよね。このコークカスタムのコークはコークスから来ています。じゃあそのコークスが一体何なのかっていうと、これです。すごく簡単に説明すると、炭よりも高温を作り出すことができる炭のような燃料です。昔のボイラーとかに使われてたんじゃないですかね、確か。コークカスタムの表面は実際はこのチャコール、炭ですね、こちらの表面に印象が近いんですけど、初期の作品はもうちょこっとこのコークスに似たような、もうちょっとボコボコっとした仕上がりだったんですよね。で、その初期の段階でコークカスタムっていう名前を付けたんですけれども、そこからの仕上がりを安定させるためにいろいろと工夫をしていった結果、今のような炭のような仕上がりになったわけです。でも途中でこのカスタムの名前をちょっと変更するわけにもいかないので、名称はコークのまま残りました。まあ実際はこうチャコールカスタムっていうよりもコークカスタムって言った方がなんとなくこう響きがかっこいいんで、そのまま残したっていう感じもあります。それではもう一度加工前と加工後、ビフォーアフターですね、そちらを見ていただきたいと思います。こちらがノーマル、そしてこちらがコークカスタム済みのモデルになります。どうですかね、同じフレームでもここまで印象が変わるっていうのがカスタムの面白いところじゃないでしょうか。このコークカスタムは他のカスタムと同様に、例えばこう上半分とか下半分とか、あとは左右のどちらかだけっていう指定もできます。もちろんテンプルにも同じような加工はできますので、フロントからテンプルまでコークカスタムをするとこんな感じ。いかがでしょうか。全体的にね、まとまりのある雰囲気に仕上がってると思います。ここで一つ注意点なんですけど、テンプルの前から後ろまで全体的に加工することもできるんですけど、そうするとこの耳のこの触れる部分、直接肌が触れる部分がとてもね、違和感が出てきてしまって、皮膚が擦れる感じがするんですよね。このあたりはその感覚とか皮膚の強さっていうのが人それぞれ個人差がありますので、一概には言えないんですけど、僕は無理でした。徐々にこう皮膚がなんていうんですかね、赤くなって炎症というか擦り傷みたいになって本当ね、痛くなってしまったので、もうそれ以来このメガネはちょっと使うのはやめたんですけど、テンプルに加工される場合はこの耳にかかる直前ですね、そのあたりで実際加工はやめた方が日常的には使いやすいと思います。こんな感じですね。ただ依頼があればこの前から後ろまで全部このコークカスタムはすることはもちろん可能ですので、オーダーする際にスタッフへご相談ください。このコークカスタムも以前に紹介しましたバーンアウトとかパラサイト、それと同じようにフレームに熱を加えて加工しています。なのでフレームカラーによってちょっとね、仕上がりがね、変わってくるんですよね。ちょうど手元にクリア系のグリーンのテンプルがありますので、こちらで一度試してみたいと思います。こちらはフラワーというコレクションのシリーズのダチュラというモデルになります。その C5 番の V
グリーンデミですね。このクリア系のフレームっていうのは熱を加えると白っぽい変化が出ます。実際にこのテンプルを航空加工するとこんな感じ、いかがでしょうか。これもねちょっと一風変わった仕上がりになってると思うんですけど、クリアのフレームってマット加工をすると本当に白っぽい石のような質感になるんですけれども、それが大理石のような白をイメージするとしたら、こちらのコーク加工に関してはもうちょこっと天然の石っぽい質感に仕上がります。ブラックのフレーム以外でもとてもかっこよく仕上がりますので、ぜひこのコークカスタムカラーフレームでもご検討ください。こちらのコークカスタム、カスタム費用は4,000円。これはフロントからテンプルまで全面やってもフロントだけやっても一部のみをやってもどのように切り替えても価格は変わりませんので、4000円の消費税で4,400円、こちらがカスタム費用となります。あとは組み合わせとしては、このコークカスタムの上からマット加工をするとまたねとてもちょっと一風変わった質感になるので、これもおすすめです。そういった作例はこちらのカスタム専用のインスタグラムアカウント、こちらにいろんなねコークカスタムの作例が載ってますので、ぜひ今後のカスタムの参考にしてみてください。あとはこちら工場長のツイッターです。こちらではカスタムの試作とかお受けしたカスタムの進行状況、そういったこととか、あとは工場長目線での新作とかモンキーフリップのこととか、そういったことをねいろいろつぶやいてますので、両方合わせてフォローしていただけると嬉しいです。本日の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。面白いなとか参考になったなとか思っていただければ、ぜひグッドボタンを、そして今後も続きますモンキーフリップサルチャンネル、気になるなと思っていただければぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた再来週、メガネカスタムのすすめでお会いしましょう。それじゃあバイバイ。先日お知らせしたモンキーフリップのオリジナルマスク、こちらが通販再開になりました。ぜひホームページのメニューからマスクはこちらっていうところを見ていただいてご確認ください。よろしくお願いします。